フレッチャーはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一席でネームシップ。韓米は1914年にベラクルス上陸を指揮し名誉勲章を受章したフランク海フレッチャー帝特にちなむ。フレッチャーにはラッキー13やファイティングフレッチャー、マザーフレッチャー、ファーストインクラスという愛称があった。フレッチャーは 1941年10月2日に、ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港した。1942年5月3日に、フレッチャー帝都組防人である、海海フレッチャー夫人によって浸水。6月30日に竣工し、ウィリアム・エム・コール少佐の指揮下で収益した。フレッチャーは、フレッチャー級駆逐艦の中で、ニコラスと、 オバノンに次いで3番目に収益した艦だった。収益したフレッチャーは太平洋艦隊に配属され、1942年10月5日にニューカレドニアのヌーメアに到着した。ガダルカナル島を巡る戦いに加わったフレッチャーは護衛任務と紹介任務に従事し、10月30日にはルンガ岬を砲撃した。11月9日に島への上陸を援護するため、 エスピリトサント島を出発したフレッチャーは、11月12日に輸送船団への空襲に対して、対空戦闘を実施し、数機の撃墜を記録した。11月13日の第三次ソロモン海戦では、戦艦被衛に攻撃を行い、後の自治に貢献した。翌14日朝には、消火域の通報により、前日に、軽巡洋艦樹脳を撃沈していた。 以後第26潜水艦を追跡したが、逃げられた。フレッチャーは、翌日に、補給のためエスピリトサンと島へ戻り、ヌーメア沖での対戦紹介任務を行った。11月29日夜、従順洋艦ミネアポリス、ノーザンプトン、ペンサコラ、ニューオーリンズ、軽十二洋艦ホノルル、駆逐艦4隻は、ガダルカナル島へ向かう日本艦隊迎撃のため、エスピリトサンとを出撃。 これに駆逐艦2隻を加えたアメリカ艦隊は11月30日夜駆逐艦からなる日本艦隊と交戦した。海戦開始時はフレッチャーが戦闘でその後に駆逐艦3隻巡洋艦5隻と続いていた。まず前衛の駆逐艦が魚雷を発射したがこれは外れた。続く砲撃では日本の駆逐艦高波を撃破したが日本駆逐艦の雷撃で 巡洋艦4隻がひかみなりした。雷撃及びそれに続く砲撃の後、前衛の駆逐艦は北西に退避し、サボ島の西に沿って北上していた。駆逐艦2隻がニューオーリンズの元へ向かうよう指示され、残る2隻はひかみなりしなかったホノルルと合流後、炎上するノーザンプトンと遭遇。フレッチャーとドレートンは救助活動を行い773名を救助した。 フレッチャーは起点を聞かせて、コルクの浮きがついた、貨物用ネットを当時多くの生存者を救助している。ノーザンプトンは沈没した。救助活動後、2隻は、ホノルル、駆逐艦1隻と合流し、12月2日に、エスピリトサントに帰島した。ソロモン諸島における、フレッチャーの活動は続き、紹介、沿岸砲撃、対空戦闘、撃墜された、遊軍機の搭乗員救助。 日本の大発の総統、ガダルカナル東北岸への上陸援護といった多様な任務をこなした。1943年2月11日、ヌーメアに帰島中の第67任務部隊所属の軽巡洋艦、ヘレナから発信し、紹介中のキングフィッシャーが艦隊から約 17km ほど離れた海域で、先行する以後第18潜水艦を発見。 消火機は発煙筒を投下して、近くにいたフレッチャーを攻撃に向かわせる。フレッチャーは、選手から約2700メートル離れた位置で、先行中の E18 をソナー探知。15時27分、フレッチャーは、最初の爆雷攻撃を行う。この結果、15時39分に重油と空気のアが、浮かび上がるのを確認し、4分後には、大きな水中爆発音1回を聴取。 フレッチャーは浮かび上がった重油の中心部をめがけて、さらに爆雷散発を投下。この結果、15時46分にコルク編と木編、歯車、その体18のものと思われる物体が浮かび上がり、長い重油の帯ができるのを確認した。こうしてフレッチャーは対戦作戦にも戦果を上げた。2月21日にフレッチャーは、ラッセル諸島上陸を支援するために出、出航。 3月5日から6日にかけて、ニュージョージア島のムンダ飛行場を夜間砲撃した。ソロモン諸島各地への上陸部隊を乗せた戦団に、4月23日から5月4日にかけて、フレッチャーは、オーストラリアのシドニーで十分な休息を得るとともに、ソロモン諸島での通常任務を通じて、間を最高の状態に高める機会を得た。6月19日にエスピリトさんと島を立ったフレッチャーは、 アメリカ本土でのオーバーホールを受けた後で9月27日にヌーメアへ戻り活動を再開10月31日まで行動した。その後、フレッチャーはギルバート諸島の戦いを支援する空母機動部隊に加わり11月26日と12月4日には日本側の空襲に対して反撃を行った。ニューヨーク沖を行くフレッチャー。 1942年7月18日、フレッチャーは12月9日に、新珠湾へ戻り、マーシャル諸島への進行に備えたオーバーホールと、西海岸での演習を行う。1944年1月13日から21日にかけて、フレッチャーは、サンディエゴラファイナ博地間の輸送船団護衛に、従事し、1月30日には、 ウォッチェ干渉を砲撃する支援集団に加わった。翌日、クエゼリン干渉への上陸部隊主力と会合した、フレッチャーは2月4日まで戦団と干渉沖合の紹介を行った。船吹へ空になった戦団を護衛した後で2月15日に、マジュロへ向かったフレッチャーは、2月20日21日に、タロアとウォッチェを砲撃する戦艦の護衛に加わり、それから、 エニウェトク干渉沖合の紹介を行った。パービス港沖の演習に参加したフレッチャーは、続いて4月18日に、オランダ領ニューギニアのサデスト岬に到着。フレッチャーはここを拠点に、フンボルト湾やアリセレオ島への上陸支援砲撃に従事した。5月には、ヌーメアへの戦断後へと対戦紹介任務を行う。6月8日、 微薬島沖海戦で艦隊の戦闘にいたフレッチャーは日本海軍の反撃を受けたが、被弾はなかった。その後も夏を通して、フレッチャーはヌンホル島の戦い、サンサポールの戦い、モロタイ島の戦いの支援や紹介、護衛といった様々な活動を行った。フレッチャーは10月12日にレーテ島の戦いに参加する戦団を護衛し、10月20日には、 レーテ島への最初の上陸を援護した。翌日ニューギニアへ向かった後、11月23日に増援部隊を乗せた戦団を護衛して再びレーテ島へ戻った。翌月、フレッチャーはフィリピン各地での戦闘を支援し、オルモクワンやミンドロ島での上陸前の砲撃や、数度の空襲での対空戦闘を行った。1945年1月、フレッチャーは、 ルソン島の戦いを支援し、1月8日には日本軍機一機撃墜を報じている。翌日にはリンガエン湾ン上陸を援護し、ルソン島サンアントニオ海岸への上陸を支援した。続いて1月29日にスービック湾へ入ったフレッチャーは総会作業の援護を行う。1月31日にナサグブ湾上陸で支援砲撃を実施し、2月13日までの4日間に、 バターンとコレヒドール島の占領、マニラ湾の総会を援護した。2月14日、ロスコチノスミサキの日本軍砲兵陣地を艦砲射撃していたフレッチャーに一発の砲弾が命中し、死者8名、負傷者3名を出した。フレッチャーはダメージコントロールを行い、被弾後も30分にわたって砲撃を続けたほか、被弾した総会艇へ、 ワイムズ -48 の乗員を救助した後に、ワイムズ -48 を砲撃処分した。フレッチャーは、マニラ湾で2月17日まで砲撃を行った。フレッチャーは5月13日までの間、パラアン島、プエルトプリンセサとミンダノ島ウサンボワンガへの上陸作戦、タラカン島での総会と上陸の援護、フィリピン各地での紹介と護衛に従事した。四月三十日には、 タラカン島で、両艦ジェンキンスが食らいしたため、スービックワンまで護衛を行っている。その後フレッチャーは、ジェンキンスの負傷者を異常させ、オーバーホールのために、西海岸に向かった。カリフォルニア州サンペドロのベスレヘム造船で、オーバーホールを行った後、フレッチャーは、サンディエゴに止められ、そのまま終戦を迎えた。フレッチャーは1947年1月15日に、 退役した。対戦空母、キアサージと共にマーキュリー・アトラス9号、1963年5月15日撮影。1949年3月26日、フレッチャーは、D、D-445 に、艦首変更され10月3日に再終役する。1950年5月1日に、サンディエゴを出港し、西太平洋で第七艦隊に加わる。 朝鮮戦争勃発時、空母バリーホ置とと共に、香港停泊中であったフレッチャーは、7月3日に部隊と共に、韓国沖に到着した。部隊には、イギリス海軍の空母トライアンフが加わり、北朝鮮への空爆を開始した。フレッチャーは、夏まで朝鮮半島で任務に従事し、沖縄の中ぐすく湾及び、長崎の佐世保で補給を行った。 9月13日から17日にかけて、新川上陸作戦の支援を行い、その後11月11日に母校の真珠湾に帰還した。1951年11月19日に真珠湾を出港したフレッチャーは、朝鮮半島での作戦任務に就く第7艦隊で空母の護衛を担当する。護衛任務に加えて2度の艦砲射撃を行い、沖縄の沖合で行われた。 対戦訓練に参加、台湾海峡の偵察を行った。1952年6月20日に、新珠湾へ帰還し、9月5日から11月24日までは、マーシャル諸島で行われた初の水爆実験に参加した。その後1953年5月4日から11月30日まで、再び極東での任務に従事した。 1954年から1962年までの間、フレッチャーは毎年第7艦隊と共に極東での任務につき、1955年には大陳軍島からの中華民国の軍民避難で対戦護衛任務を担当した。1957年と1958年の両年、フレッチャーはサモアとオーストラリアを経由する航海を行った。この間の 主な任務は対潜水艦船訓練であった。1962年6月30日にフレッチャーの看板号は DD-445 に戻された。ベトナム戦争が勃発すると現役にあった他の姉妹艦同様にフレッチャーもベトナム沿岸へ向かうことになった。フレッチャーは空襲を行う空母のプレーンガードや地上部隊の砲撃支援といった数多くの任務をこなした。 フレッチャーは1965年から退役する1969年までの間に4度の西太平洋展開を実施している。フレッチャーは1969年8月1日にサンディエゴで退役し、同日除籍された。退役したフレッチャーの艦隊はサンディエゴのアメリカ海軍艦,艦艇整備施設で保管された。フレッチャーは スミソニアン博物館が博物館船として保存する案も出たものの予算面での問題やフレッチャーが戦後間もなく退役した姉妹艦に比べて戦後の理解層でオリジナルと異なる姿をしていたことなどが原因となり実現することはなかった。保存の望みが立たれたフレッチャーは廃棄が決定し3つの戦争に参加した特筆すべき 環球のネームシップは1972年2月22日に台湾の大気にインダストリーズ仕様、リミテッドニスクラップとして売却された。フレッチャーは第二次世界大戦の功績で15個、朝鮮戦争の功績で5個、ベトナム戦争で7個の従軍聖賞を受賞した。さらに戦闘公選リボンと軍演制勲章2個も授けられている。ありがとうございます。